はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。ゴスケです。また毎日毎日同じ服だって思わないでくださいね。まあ桃太郎の作業着なんだけど、一日に何本も撮っております。てな感じで今日も行ってみましょう。はい、てな感じで、この次はね、この次に作業する日はちょっとお出かけをする予定があるので、今日のうちにたくさん進めたい、そう思っておるのでございます。車をね、ちょっととあるところに持って行って、ちょっといろいろやっていこうかなと、まあそんな派手な改造はしないですけど、まあメンテナンスかな、来たばっかりだからね、いろいろとやりたいことがあるんです。オイルもどんなオイルが入っているかわかんないから、やっぱ自分でやったものじゃないとね、ということで安心してアクセル踏めないね。なのでオイル交換やら何やらお願いしてるんで、そこへ行ったりなんだりかんだりっていう予定でおります。はい、で今日はだから仕事いっぱい進めないといけないんです、ということで頑張ってます。今日のテーマはレザークラフトで使われる奇抜なツールとその効果的な使い方です。まあタイトルありきで動画をスタートさせてるこの頃なんだけど、これな、このタイトルで何話すって今思ってて、まあ奇抜な道具、奇抜なツール、奇抜なツールね。まあある意味そうね、この間紹介したラウンドナイフなんていうのは、まあ普通に日本で生活して普通にレザークラフトに関わりがなかったら、えらい奇抜なツールには見えるよね。武器みたいじゃん、だってそもそも。でもね、実際使い慣れてしまうとすごく使いやすい道具だったりもします。まあ使い方とか研ぎ方はね、以前やったんでいいでしょう。よいしょ。これね、どう考えても武器に見えない、なんかシャキンシャキンなんですね。はい、まあ奇抜な道具ね。まあ奇抜といえば、前販売して、今もう販売してないですけど、メモリ付きの、あれ、メモリ付きのここの、ほら、この先端の大きさが測れて、普通ディバイダーはとんがってんだけど、先端がネジネになってるというね、奇抜だよね。でも見るからに使いやすそうだね。コンパクトで小さくてこうスイッとね、手の中に収まるサイズで、ほんと指の延長みたいので使いやすそうでしょ。とか、まあ使う場所は選ぶけれど、こういうロータリーポンチなんか似たようなのでなんか便利グッズみたいなところでありそうだけど、これはメイドイン USA のオズボーンで作ってるやつで、やけにこう作りがヘビーなリボルバーの銃のようながっちりとした作りで気に入ってます。そんなに使用頻度は多くないけれど、なんか気に入ってます。まあ基本得てして普通はこう、なんていうのかな、奇抜な工具っていうのは基本的には使いづらいよね。やっぱり奇抜な形でこう話題性を狙って、ねえ、まあこんなんもレザークラフトやんない人から見たらすごく奇抜な道具な気もするよね。例えばだけど、トンカチっていうのはこういうもんで、まあこれはこっちは丸いけど、こう平らな面で叩くものじゃない。まあ角がね、落としてあって、こう跡がつかないようにしているようなものもあるけれど、
だってこれこうだぜ、なんか打ったところでなんかガスガスとかこうなっちゃいそうじゃん。そう、俺たちは見慣れてるけれど普通の人から見たらすごく奇抜な道具に、もう見慣れちゃってるからね、別に奇抜とも何とも思わないけど、うん、見たことない人から見たら奇抜な道具に映るんじゃないかな。これ全然そんなことないのよ。なんだろうね、ちょうどこの重心というかこのどこで打ったところで どこの角度で打ったところで振り下ろしてるこの重量物の真ん中が当たればいいって考えると、そんなにこうなんで、まあ効率が良いというかなんというか、うん、悪くないんだなっては思いますけどね。はい、そんなに奇抜なものってうちにはない気もするんだけど、まあ特殊な方、あのリングの、あのリングメーカーなんていうの、奇抜な機械ではあるよね。うん、この指輪を作るのにこれをこう広げるたりとかすぼめたりする機械じゃん、あっこにあるけど、まあ今回映しませんが、うん、よいしょ、今やってるのはレッドステッチ、まあこれとこの後ライダースもやるんだけど、で手縫いバージョンもやるんだけど、今回のテーマは本当レッドステッチなんで手縫いもレッドステッチでいきます。2倍、4倍をもうちょい長く、こんなもんか、ちょっと長いかな、まあいいか。ああ、なんかお腹が鳴いてる、なんでしょう。糸はポリブレイド、ポリブレイドは本当に俺はいい糸だと思うよ。ただ今ねコマ55サイズが結構品切れになってきてる、そろそろ頼もうかなとは思ってますが、なんせ今円がまだまだね、前以前のような為替レートじゃないんで、ちょっと厳しいかなというのでね、待ってる状態なんですよ。本当申し訳ねえなと思うけど、ガンダムね面白いよ、ガンダム、ガンダム面白い。第4話5話ぐらい、こんな話なのっていうのが正直なところだけど、なんかね面白いよ。なんかなんだっけな、水星の魔女ってどうだこうだっていう、なんかあんま良くないっていうような書き込みをちらっと見たけれど、いやいや面白いよって俺は今思ってます。コアなファンじゃないからそう思うのかもね。雷？なんかゴロゴロ言ってます。いや前回の動画で言ったと思うんだけど、目標クリアしてさらにと思ってんだけど、お袋をねちょっと飯を食いに連れて行かなきゃいかんのですよ。まあ焼肉ね、食いに行くって言うから、じゃあ行こうかって思ってるけど、まあ少しぐらい肉食っても平気だなとは思ってるんですけどね。せっかく落ちた体重も絶対元に戻したくないって今そういう心境なんです。このまんまな、このまんまもっちょい行きたいんだよね。65キロまで落としたい、うん、ダイエットの数字的には15、6キロね。頑張ります。はい、
どちらかというと痩せてるぐらいに行ったら最高じゃない？まあさ、この おじさんはさ、なんていうのかな、この頭反っててさ、ハゲでデブでチビでなんて言ったらもうなんだろう、目も当てらんないじゃん。でジジイでなんつって、でまあほら身長とかあのハゲっていうのは治んねんだけど、デブっていうのは治せるわけじゃん。自分の努力でどうにかなるものじゃんって思ったら、ちった努力せえよって自分に言ってます。そう思ってね、そう思って、まあね、だらだら過ごして太ったのも俺なんだけど、やっぱ糸長かった、分かっちゃいるんだけど、ブレイドいいでしょこの感じ。これね、糸目が潰れないからいいんですよ。本当にこの辺で叩いてなじませんとさらにいいよ。これでコンマ45なんで結構主張するよね。発色も鮮やかだし、うんです。ガンドフォーマットね、だんだん理解してきた。ガンダムの話です。これどう何話ぐらいまであるんだろうね。まあなんせここにいる時間が長いからね、こう作業しながらずっと流し見してるとさ、何でもみんなすぐ見終わっちゃうんだよね。なんつったってあのワンピースをゼロから見たからね。千何十話ね、うん、よいしょ、もう仕上げです。で次の、そうね、次の下ごしらえまで終わってりゃ今日の作業は十分かな、うん、漢字バージョン手縫いで、このマットな質感にこのキラッと光ったね、この中もほらちょっと光るじゃない、これなかなか渋いよね、かっこいいよね。でこれが通常のモデルだから、インナーは生成りなのね、みんなで。インナーまで真っ黒だから、コマまで真っ黒なのがブラックビューティーシリーズね、はい。でブラックビューティーシリーズはビューティーっていうぐらいだから、スパークガールかモンロー、この刻印2つだけです、はい、そんな風になラインナップでねやってます。たまにねおられるんですよ、この刻印のでこのブラックビューティーで作ってくれませんかってい いうのが問い合わせがあったりするんだけど、それだとコンセプトから外れちゃうからダメとかね。それとかあの写真の黒でね、あのどのモデルで真鍮刻印のやつを作る予定はありませんかって、まあ順番に作ってて気まぐれでモデルは選んでるんで、毎回全部を作ってるわけじゃないんで、毎回全部をやろうと思うと数が多くなりすぎちゃって、ちょっとね一回一回のロットの数が多くなりすぎちゃうから、俺が精神的にきついからやってないんだけど、あの答えはそういうやつは、うん、いつか作ります、いつとは言いません。まあ、リクエストいただくのはね悪くないんだけど、なんだろうな、それだとね受注生産と同じになっちゃうからさとかね、いろいろ考えるところあるわけですよ。いややばいな、雷だな、音入ってるかどうか分かりませんが、
夕立？外の植物、水やるたんびになんか、水やった後に夕立っぽくなるんだよね。なんか、やりすぎになるんじゃねえかって、ちょっと不安になっちゃうけど。まあ、びしょびしょになるのがちょっと早いか遅いかぐらいなもんだろうとは思うんだけど。これ、どうだろう？これ、使われてる皆様。もうワンセット、もうワンロット行く？どうする？って迷ってます。なんだかんだね、入るたび全部売り切れちゃうんで、在庫しとこうかね、って思ってますけど。確か在庫ないよな、今な。まあ自分で使ってていいなと思うものはね、やっぱりラインナップしてもいいかなと思います。はい。てな感じで、今回の動画は終わります。奇抜な道具、大した話できなかったけども、また遊びに来てね。バイバイ。